東方ジョウスケ、貴様はこの俺がバラさなきゃならなくなった。図に乗るんじゃねえぞライフ。お前の頭をぶっ飛ばすと予告する。まずは足にダメージ。そして次にミサイル発射。一斉射撃よーい。僕通りは気分がいい。話してやろうか、俺の過去のこと。お前にも関係のない話ではないからな。スタンドの素質があったようだな。どんなスタンド能力か今そこで発言させてみろ。僕の身を守れアクト3。攻撃、攻撃開始。成長するスタンドか。興味深いじゃねえか。奥安、何度も言ったよな。スタンドを操作するときはもっと頭を使えとな。俺頭悪いからよ。お前の頭をぶっ飛ばすと予告する。まずは足にダメージ。そして次にミサイル発射。一斉射撃よーい。待ては気分がいい。あとばっかついてくんじゃねえ奥安。てめえのことはてめえで決めろ。お前のようなやつはきちっとしつけておかなきゃならねえよな。遺言かい。あんた、程度の能力じゃ親父を殺せねえ。お前学生だろ、こんなところでサボってていいの。俺に説教してるのか。邪魔するな、遊んでんじゃねえんだよ。どことなく東方丈介に似てやがるな。ムカつくのはそのせいか。チクショー、なんか思ったか。こんな野郎、どんな手品使ったんだ。見えないところから好き放題打ち上がったよ。だがスタンドバッドカンパニーの相手として不足はねえな。何を言ってるのかよく分からん。かかってくるなら容赦ませんぞ。ファッ、お前の頭をぶっ飛ばすと予告する。まずは足にダメージ。そして次にミサイル発射。一斉射撃よーい。待てよ。予告通りは気分がいい。もう終わりか。口ほどでもなかったな軍人さんよ。新しい貴様の相手はこの人の敗北が最後だ。貴様にとどめを吹かせるなんて。やったぜ。これで終わりだ。くらい。されるのに姿が見えない。はあ、まさかこれは。
王国の秘密兵器なのか。